休憩前に引き続き会議を開きます。本日の会議は議事の都合によりあらかじめ時間を延長します。議事進行発言がを受けて議会運営委員会で議論をいただきました。木本博明議員より発言の取り消しの申し出があり、これを許可いたします。木本博明議員、先ほどの私の反対討論におきまして、言葉足らずで真意をうまくお伝えすることができませんでしたこと、またお時間を頂戴することになりましたこと、お詫び申し上げます。真意といたしましては、議決への反対ではなく、本意見書に反対ということでございます。つきましては、討論において、以上より本意見書を議会初日の本日、議決に諮ることは、手続き上矛盾を抱えているものでございますので、本意見書の議決には反対するものでありますとの文言の中の本意見書からのでまでおよびの議決について取り消しいただきたく思います。よろしくお願いいたします。ただいま木本博明議員より発言の取り消しの申し出がありましたが、これを許可することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって木本博明議員からの発言の取り消しの申し出につきましては、これを許可することに決しました。引き続き討論を継続いたします。水谷修議員、意見書案第7号、安保法案の採決を強行せず、廃案とすることを求める意見書に、日本共産党自治会議員団を代表し、賛成討論を行います。第一に、廃案を求める声が広がる中、政権は今週中に採決を強行しようとしており、容認することができないという点でございます。この法案に反対し、廃案を求める声が国会の中でも外でもますます広がる中、安倍晋三政権と自民・公明の与党は今週中にも採決を強行する動きを強めています。先ほど討論で、こう述べられました。政党に選挙された国会における代表者が手続き上の瑕疵がない中で採決を行うことは憲法で規定されている議会制民主義に違反する行為ではないと討論されました。公聴会、15日の中央公聴会、16日の地方公聴会を受け、その直後にも締めくくり総括質疑と採決を強行する狙いでございます。公聴会は国民の声を聞き、審議を充実させるために開くものであり、公聴会さえ開けば採決してもいいというものではありません。国会法51条1項では次のように書かれています。委員会は一般的関心及び目的を有する重要な案件について公聴会を開き、真に利害関係を有する者または学識経験者等から意見を聞くことができるとあります。公聴会を開いて聞いた意見をもとに審議を深めるというのが本来の目的であり、公聴会が行ったことを理由に、採決強行を行うことは断じて許せないと思うのであります。また国民の理解が得られていない反対の声が広がっていることに対し、先ほど討論で国民の理解を得ながら国会運営を行うことは理想であり、今後の説明責任を果たしていく必要はございますと述べておられます。
国会で徹底した審議をして国民の理解を得て国会で決定するのが代議制民主主義の当然の姿であり、まずは採決をしてその後説明責任を果たしていくというのは全く間違っていると言わざるを得ません。第二は憲法違反であるという点であります。山口元最高裁長官が憲法違反と断言し、もうすでにこの問題は決着がついております。憲法第9条には日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争のを解決する手段としては永久にこれを放棄する、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の公選権はこれを認めないと書かれており、誰がどう読んでも憲法違反であることは明白なのではないでしょうか。第三に平和のためというが、戦争する国に作り変えようとするものであることという点であります。先ほど討論で我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中必要な法案だと述べられました。大森内閣法制局長官が9月8日の参考人質疑で次のように述べられました。我が国が集団的自衛権の行使として中略、第三国に武力攻撃の矛先を向けますと、その第三国は中略、我が国に対して攻撃の矛先を向けてくることは必要であり、集団的自衛権の抑止力以上に紛争に巻き込まれる危険を覚悟しなければならず、バラ色の局面到来は到底期待できない、期待できないと述べられました。つまり集団的自衛権の行使というのは、我が国に対して武力攻撃をしていない国に対して日本の側から武力を行使することになり、結局のところ、ますます、自民党さんの言う安全保障環境を厳しくするもの以外の何者でもないのではないでしょうか。第4に自衛隊がこの間暴走すると言わざるを得ない事態が明らかになっている点であります。この間私どもが国会で2つの自衛隊内部文書を、公表いたしました。一つは幕僚長が米国に渡り8月中に法案を通すことを話してきたという点であります。もう一つの文書では来年南スーダン PKO に中部方面隊が駆けつけ警護などの具体化を行う、このことをすでに進めていたということが明らかになっています。中部方面隊の後兵隊は第4施設団、つまり大久保駐屯地の部隊であります。中部方面隊の補給の本部は関西補給所、つまり大爆基地であります。中部方面隊の主要な役割をする本部が宇治に存在します。同時に停戦合意など進まない南スーダンへの派遣は許されません。宇治市にある部隊からの派遣がの可能性があるもとで、なお一層こうした暴走は許されないと思います。第5に私どもはあらゆる努力をして阻止に全力を努めてまいりたいということでございます。野党6党と1会派が法案の成立を阻止するためにあらゆる手段を行使して結束して戦うということをこの間の党首会談等で確認してきて、その結束のもとに国会で努力をしています。同時に国会を取り巻く国民の声に耳を傾ける必要があると思います。日本列島をつつうらうらで両言の火のようにかつてない国民的な運動が広がっています。その力で国会内外の力を合わせて必ず
廃案に追い込みたいという決意を申し述べて、本意見書案に賛成する討論といたします。これにて討論を終結いたします。これより意見書案第7号を採決いたします。本意見書案は原案の通り決するに賛成の議員の起立を求めます。起立多数であります。よって意見書案第7号は原案の通り可決されました。意見書第7号の取り扱いは議長にご一任願います。お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ宴会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本日の会議はこの程度にとどめ宴会することに決しました。本日はこれにて宴会いたします。次回は9月17日午前10時より会議を開きますのでご参集願います。これより各派幹事会を開きますので関係者は第一委員会室にお集まり願います。ご苦労様でございました。